このスバ。デストロイヤー警報、デストロイヤー警報。機動要塞デストロイヤーが現在この町へ接近中です。住人の皆様は直ちに避難を。冒険者の皆様は装備を整えて冒険者ギルドへ。なあ、デストロイヤーってなんだよ。暴走した古代兵器だ。そいつが通った後は草も残らないと言われている。機動要塞デストロイヤーは町の北西からこちらに向けてまっすぐ進行中です。到着まであと1時間。デストロイヤーって古代の魔法王国が作ったんですよね。作った方々は何か対抗策を用意していなかったのですか？デストロイヤーの暴走で真っ先に滅ぼされたらしいぞ。無理ゲー。そんな強敵駆け出し冒険者の町に来たらダメだろう。結界でこちらからは攻撃不可能で、向こうからは攻撃し放題。ねえ君、何かいい案はない？おい、アクア、お前なら結界を破れるんじゃないのか？やってみないとわからないわよ。お願いします。試すだけ試してください。結界が破れた後はダメージを与えられる魔法があれば。この町では爆裂魔法が最大火力だ。どうだめぐみ。我が爆裂魔法でもさすがに一撃では仕留めきれないと思われ。すいません、遅くなりました。ウィズ魔道具店の店主です。私もお手伝いに。店主さんだ。貧乏店主さんが来たぞ。勝てる、これで勝てるぞ。なんでこんなに有名なんだ。てかかわいそうだから貧乏店主はやめてやれよ。知らないのか、彼女はもともと凄腕アークウィザードとして名を馳せていたんだ。その正体はアンデッドのリッチーだけどな。それでは皆さん、緊急クエスト開始です。私はこの地の住人を守らなければならない。この町の住人たちは気にしないだろうが、私はそう思っている。お前がそんなにこの町のことを気にかけるなんて、何か理由でもあるのか？私の本名はダスティネス・フォード・ララティーナという。この近隣を治めるダスティネス家の娘だ。ってことはこいつ領主のお嬢様ってことか？それにララティーナって、領民の暮らしを守ることは私の義務であり誇り。逃げるわけにはいかない。わがままだな。でも今のお前みたいなやつのわがままは嫌いじゃないよ。カズマ、ララティーナ。そっちの名前で呼ぶな。このスバ、まもなく機動要塞デストロイヤーが見えてきます。冒険者の皆さん、戦闘準備をお願いします。でかい。大丈夫か？いけるのかこれ。あの結界を壊せばいいんでしょ。私に任せて。セイクリッドブレイクスペル。よし、デストロイヤーの結界が解けたぞ。今だ。めぐみさん、同時発射で行きますよ。おい、めぐみ、柄にもなく萎縮すんな。お前の爆裂魔法への愛は本物なのか。ウィズに負けたらみっともないぞ。お前の爆裂魔法はあれも壊せないヘナチョコ魔法か。何を
我が名をコケにするよりも一番私に言ってはならないことを口にしましたね。見せてあげますよ、本物の爆裂魔法を。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が神躯の根高を望みたもう。覚醒の時来たれり、無病の境界に落ちし断り、無行の歪みとなりて現出せよ。エクスプロージョン。ぐぬぬ、さすがはリッチ、私をはるかに上回るレベル。悔しいです。よーしよーし、めぐみよくやったな。やった、俺これが終わったら結婚するんだ。はっ、こんな時にフラグになるような発言はよせ。出ないと悪いことが。被害甚大につき自爆機能を作動します。乗組員は直ちに避難してください。ほら見たことか。無理だ、町ごと吹き飛ばされるぞ。もうダメだ、逃げろ。ダクネス、俺たちも避難を。私は最後まで引くわけにはいかない。領民より先に騎士が逃げるなどあってはならない。ダクネス、それに町を吹き飛ばすほどの爆弾に身をさらしているのだと思うと、なんだこのかつてない湧き上がる興奮は。いくら頑丈だとはいえ、ただでは済まないだろう。もう辛抱たまらん。カズマ、私は突撃するぞ。カズマさん、もしかしたら制御装置を見つけることができれば自爆を止められるかもしれません。ダクネスのやつ、絶対そんなこと考えずに突っ込んだよな。まあいいや、行くぞダメガミ、デストロイヤー内部に侵入だ。もう帰りたい。このスバ